二部構成ですからね。はい、もう一部だけでね、もう十分楽しめたんですが、さらに二部があるので、またさらに楽しみがございますね。二、はい、部の最初はね、山口みちゃんの歌から始まるという、まあ、よく言えば前座みたいなものでございますけど、はい。ちゃんのなんかホームページとか見ますと、はい、趣味とか特技の欄に車の運転、はい、そうなんですよ。私こう見えてね、はい、ゴールドメッキだと思ってる。車の運転には、ね、自信があるんです。自信があるんですね、はい、そうですか。じゃあね、皆様にひとみちゃんから車にちなんだ謎々をお出ししたいと思います。そうですね、はい、それでは謎々皆さん、はい、考えてください。はい、はい、おうちの中に車が10台隠れている場所はどこでしょうか。10台ですか、ね、おうちの中に車が10台隠れている場所、ね、あ、はい、わかった。はい、橋本先生。あ、店内。あ、店内惜しいですね。惜しい、まあ、ちょっと、あ、そちらのお姫のお兄さん、はい、カーテン。車は10台カーテン。帰りに、はい、後ほど、はい、すいません、じゃあの帰りにはちょうど、ひとみマスクありましたか。ありました、ありました。手品のようですね。はい、はい、こちらでございます。あ、それでも、もう感染症にこれは一番効くというマスクでございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ね、ゴールド免許のひとみちゃんなんですけど、はい、りんちゃんの講演会の会長、はい、古川郁人氏会長、はい、車がお好きなんですよね。お好きなんですね。なんとですね、何色の車にお乗りですか。はい、あ、赤。じゃあ会長の ね車の色にちなみまして、はい、歌を歌いたいと思います。はい、演歌になります、はい、赤い車に乗って聴いてください。Oh,
赤い車に乗って、赤い車に乗って、はい、聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、盛り上げていただきました。ね、嬉しいですね。嬉しいですね。じゃあ、御礼の気持ちを、はい、ひとみちゃん得意の、はい、謎かけて、はい、お願いします。はい、今日ですね、私の歌を聴いてくださった皆さん、はい、素敵なりんちゃんを応援してくださってる皆さん、はい、とかけまして、はい、はい、公務員のお家と解きます。はい、公務員のお家と解きます。はい、その心は、はい、皆さんに感謝、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 ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、この後もね、実力家シンガー目白押しでございま す, す続いては、コットン系シンガー。そうですね、はい、本当にね、見た感じ可愛らしくってね、はい、そしてまた優しい方です。キュートでチャーミングなココンさんでございます。ココンさん、はい、ココンさんって言っても出てこないんですよ。人見ちゃんが下がってマイク渡さないと。いやいや、はい、今ね、ちょっとココンさんいろいろ準備があるみたいですね。そうなんですね、ココンさんね、持てますからね、そっちこっちこうお声かけて。そうなんですね、報道陣の方はね、この辺でローアングルで撮影してください。はい、はい、ではココンさんお願いします。ココンさんお願いいたします。世界を優しく包みたいコットン系シンガーココンと申します。あのコットンのような耳障りのいい歌声をたくさんの人にお届けしたくて音楽活動しております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そうですね、グリーンさん今日はデビュー、そしてお誕生日、歌手デビューおめでとうございます。はい、そしてね、こんなね素敵なステージで、はい、ステージ的な会場でデビューイベントですね、お願いいたおめでとうございます。失礼しました、おめでとうございます。はい、なんか私のようなものもですね、このりんちゃんとか、あと古川会長のね、今写真を撮っていただきました古川会長のお心遣いで、はい、こんなねステージに立たせていただいて、すごいもう足がガクガクしてるんですけども、はい、りんちゃんはい、お心遣いのためね、ありがたくいただきまして感謝しております。ありがとうございます。はい、それではですね、オリジナル曲の北の街という曲なんですけども、はい、冬のちょうど天気の雪も東京にね降りましたよね、しんしんと。でもりんちゃんのねパワーで雪もね止んで、とても今日もね足元大丈夫な感じで皆さんいらしていただいたと思うんですけども、そんな冬のオリジナルソング、はい、なんかね故郷を思い出して頑張ろうっていう気持ちの曲なんですね。りんちゃんにとっては故郷はフィリピンだと思います。皆さんもね故郷を思い出して聴いていただけたら嬉しいです。それでは聴いてください、ココンの北の街、よろしくお願いします。ずっと続く
さまよい歩く。こんな街でも人のぬくもり探して生きている。僕はもう少し自分の力試してみたいから、どんなこんな待ち受けても頑張ってみるから。歌声を披露していただきましたコンポーザー高博さん、はい、ね、熊本からいらっしゃって、そうですね、しびれましたね、素晴らしい、本当にあのまるでね、うん、オペラを聴いてるような、オペラだと思います、素晴らしいマイクなしでね、はい、すごい声量で、どうでしょう、今回マイク使うと思いますか。使わないかもしれない使わないかもしれないけど一応お守り代わりに持ってるかもしれないですね、はい、はい、じゃあ高博さんお願いいたします。いるんですね、まずは、皆様がまだ、生まれてらっしゃらない、1979年の君はバラより美しいっていう曲がありますんでですね、歌わせていただきたいと思いますが、もう何もオープンになったんですかね、ここら辺は。そうですね、 あった方が安心っていうかですね、安心感が必要ですね。ああすいません、なんかお仕事させちゃった、すいませんね。皆さん九州に来られたことはあられますか。うわっ、そんなにおられるんだ。なんか、え、福岡、同じ、あ、違う、先生は長崎、長崎、全部じゃないですか社長は九州、うん、すごい、クルーズ船かなんかでね、それか戦車かなんかでこうね、九州一周されるというね、やっぱ素晴らしいクルージングが あるみたいです。あの地下でですね、地下であります。そしたら君はバラより美しい、お願いします。
し胸を押さえて久しぶりねと君が笑うバカだねそんなに急ぐなんてうっすら汗までかいてなぜか今日はリンさんが欲しいよ違う女と会ったみたいだ体にまとった影にも脱ぎ捨て確かに悔いがつく唇目に見えない翼広げて確かに君は変わった走るほどに踊るほどに夢見ながら愛しながら笑いより美しいああああ君は変わった愛の日々と呼べるほどには心は何もでも抱きしめ急ぐばかり見つめることさえ忘れ笑いながら風を追いかけ君に誘われ行ってみよう騙した男が騙されるとき初めて女を知るのか目に見えない翼広げて確かに君は変わったって走るほどに踊るほどに夢見ながら愛しながら笑いより美しいわあああ皆さんは愛しながら笑いより美しいああああ君は、hey! 変わった、hey! ありがとうございますありがとうございますありがとうございますこの曲はですね、先ほど、私の、親のね、両親が80で申しました、この時もう本当に小さかったんですが私、ね父にね、連れて行って布施明さんを生で、見せていただいて初めてのコンサートが布施明さん布施博さんじゃないですよ布施明さん布施明さん、ね、初めて見てすごい声量の方だなその時その当時ちょうど「君はバラより美しい」っていう曲が流行ってた時でですねなんか大きなサングラスをされてギターを持って歌われてたのを、覚えておりますで布施明さんも、もう70何歳っておっしゃられてましたね誰かお友達74さすがご存知ですね作曲家の先生は違いますねやっぱりね、74でいらっしゃいます、となると、昭和19年ぐらいの生まれですか早いですね計算がね、なんか家計簿とか困られたら先生がね処理されてくださいますんでね、よろしくお願いしますですごいお声が出るで今日のねリンさんもすごいお声が出られますなんじゃの裏声はって思いますよで、先ほどのココンさんもね素晴らしい裏声を、出されましたが私発声学が専門なんで、教える立場ですんで九州でですね
何の、そうですね、まあ、リンさんの声聞いたら、まあファルス、まあ、もちろんファルセットも使われますが、ミックスボイスとかいうわけですね。表声のように裏声を出すというわけですね。あーあーっていうお声で、皆さん、この音を出せますか。あーあーあそれちょっとなんか大丈夫ですか。大丈夫よかったよかった、びっくりし、おえつかなと思われました。失礼しました。この音です。どうですか。出る方いらっしゃいますか。先生、聞かせてください。先生、長っ、3回他におられ、女性でおられませんか。こういうカエルみたいな、おられませんか。もし出られる方がいらっしゃったら、まあ出そうと思って練習されるといいですね。声帯が締まった音ですね。声帯が締まっていて、一粒一粒、肺から息が抜けていく音です。その時に、あ、これ日本語で言うと声帯減音とか高等減音とか言いますね。海外ではボーカルフライとか言います、まあ、乾いた音、ね、こういう音ですね。これが出られる方は、リンさんのようなハイトーンが出られる可能性がすごく高いです。声帯が閉まらないと高い声は出ないんでですね。で、開いたんじゃどうしても息が漏れてしまいます。じゃなくて、息が混じらない裏声っていうのをね、ミックスボイスとか言います。あ、余計な話しましたね。早歌えてね。あ、早歌えてねって、これ九州弁ですよね博多弁です、うん。で、次の、歌を歌う前に、ちょっと次の歌ちょっと難しいっていうか、発声が難しいんで、ちょっとお水を飲みますね。ちょっとすぐ来ます。ああ、いいですね。うん、いい声ですか、皆さん。中尾明です。死の声ね、みたいな感じでね。はい。そしたら、Time to say goodbye っていう歌をですね、歌わせていただきます。よろしくお願いします。今日は、九州、熊本から皆様にお会いできてよかったです。また何かありましたらよろしくお願いいたします。Two seconds, come back. Be your soul, let's
素敵な声で、魅了されましたね。素晴らしい、感動しました。感動してしました、はい、もう今日は盛りだくさんなんでね、はい、もう素晴らしい歌からお笑いまで、はい、いろんな引き出しがあるんですけど、そうですね、まあこの後お笑いですかね、きっとね、皆さん絶対楽しんでくださると思います。はい、もうおなじみのね、芸人さんが登場してまいります、はい、今ね、ステージ上ちょっと、はい、いろいろ片付けたりして準備を整えておりますけれどもね、はい、大丈夫ですね、大丈夫ですね、はい、はい、チャッピーさんでございます、はい、モノマネ芸人チャッピーさん、はい、じゃあお願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。いいえ、私はサソリ座の女、拍手をどうぞ。秋のスープまで笑うがいいわ。あなたは遊びのつもりでも地獄の果てまでついてゆく想い飛んだら命命命あけよう。そうよ、私はサソリ座の女、サソリの星は一途な星よ。波やらない拍手ありがとうございます。どうも皆さん、こんばんは。バラバラよ、もっと合わせて大きな声でお願いします。どうも皆さん、こんばんは。余計にバラバラになったような、そんな気もいたしますが、ようこそお越しいただきまして、本日はリンさんが普段お世話になっている大切な方々が今日こうしてお忙しい中お集まりいただきまして嬉しい限りでございます。またこの不況の最中、数多い芸能人の中から私、偽物三河健一ことチャッピーも仲間に入れていただき、家族一同喜んでおります。拍手。そんな皆さんに一つ役に立つ情報、今から皆さんの性格の分かるじゃんけんをさせていただきます。勝ち負けは関係ございません。私とじゃんけんをしてください。皆さんの性格がバッチリ分かるじゃんけん、全員参加、せーの、最初はグー、はい、じゃんけんポン、そのまま、まずグーを出した人だけ手を挙げてちょうだい。グーを出した人の性格はいいですか？握ったら離さないタイプ、しっかり者に多いの。この正体の一番見やすい正面で見るのがこのグーを出したしっかり者よ、お姉さん。しっかり者だけあって、血液型で言ったら A 型に多い。姉さん、何型？大きな声で言って。合ってた、拍手をどうぞ。完璧よ。次、チョキを出した人いますか？チョキはどうなの？グーを出すより、パーを出すよりチョキ。ピッて難しくない？頭のいい人、手に職を持ったら成功するのがこのチョキを出した天才。手先書きを人の上に立てる、社長、会長、組合長になれるのもこのチョキを出した天才。チョキを出した人もう一回手を挙げて。さっきより増えたね。チョキはどうなの？天才タイプだけあって、血液型で言ったら AB に良い。目の前のパパ、血液何型？大きな声で言って。例外もあります。じゃあ最後、パー出した人いますか？パーを出した人の性格はいいですか？そのままです。あ、でもギュッと握った拳をパッと広げられる、そんな心の明るい人、優しい人がパー出すのよ。血液型で言ったら O 型に多い。お姉さん、血液何型？大きな声で言って。合ってた、ほら拍手。終わりよければ全てよしでございます。私のモノマネショータイム約20分でございます。20分と言われ、20分で終わった試しがございません。
本日は特別に21分でお別れをさせていただきます。チャッピーと申します。最後までよろしくお願いします。あの紅白の空を飛ぶ衣装、なんと再現することにも成功いたしまして、上空2メートル空を飛びながら歌います。くれぐれも頭の上には気をつけてください。汽車を降りたら赤い日一つ拍手をどうぞ皆さん。風にこぼれるここは港町、カバンにあなたの思い出だけ暮らしよう。すでに来ました写真撮ってください。旅の途中で女が一人、辛口の酒を飲む別れの旅路。どうも皆さんありがとう。本日はキンさんのバースデーディナーショーお越しいただき誠にありがとうございます。いつもより多く飛んでおります。ありがとうございます。紅白のように空を飛んでいるように見えたという方、拍手をどうぞ。ありがとう、ありがとう、その方は明日お医者さんに行ってください。ここだけの話、空は飛んでおりません。そしてカメラで写真を撮ってくれた方に言っておきます。せめて今日のうちは消さないでください。できれば2日、3日、1週間最高なのは待ち受け画面でございます。よろしくお願いをいたします。せっかくですから美川さん以外の方のものまでも見ていただきますが、よろしいでしょうか。拍手が少ない、よろしいでしょうか。芸能界のドン、ゴッド姉ちゃん和田アッコさん、芸能生活53年のアッコさん。昔は髪型も違いました。今でこそアッコさんこんな感じの髪型でございますが、昔はロングヘア、あの綺麗で可愛かった頃のアッコさんを思い出してちょうだい。曲はこの曲でお送りしましょう。笑って許して。昔のアッコ、笑って許して、あ、小さなことと笑。ちょっと一回止めてください。あの、皆さんぼーっとしないで、できれば声かけてよ。そういうのやってよ。チャッピーじゃなく今日はアッコで行こう。全員アッコで行ってます。せっかくリンさんのこのイベントでございます。大きなアッココールお願いします。笑って許して、やればできるじゃないのよ。でもまだ半分しか言ってないよ。全員で言って、アッコ恥ずかしくない。パパ言ってますか。飯食ってる場合じゃないよ。お願いしますよ。パパが一番いいとこで見てんだからね。あんた後ろ見てる場合じゃ、あんたですよ。皆さん休憩、パパ一人でやってみよう。今日はあなただけで笑って許して、最高ですよ。最高。パパに負けちゃダメ。全員でやって、笑って許して。誰か今一人アホって言いませんでした。アッコだよ。もう一回出てくるから、出てきたらアッコちゃん頑張れ、ヒューヒュー、何でもいいから言ってちょうだい。何事もなかったように最初から行こう。笑って許して。さあ、アッコ出てきた。拍手をどうぞ皆さん。いいですよ、いいですよ。大きな、とても大きなアッココール、全員でよろしくお願いをいたします。笑って許して、はい、あ、小さなことと、はい、笑って許して、はい、あ、こんな私を抱きしめて。
愛してるの信じてほしい。笑って許し、はい、あ、小さなことと、はい、笑って許し、はい、お願いを。どうもありがとう、おばけ。なぜか最後は少し懐かしい日本代表ラグビー、五郎丸。そっくりだったね、昔のあっこね。今日は皆さんに素敵なプレゼントをお持ちいたしました。抽選で1名の方、この和田アッコ特製つけまつげ、こちらをプレゼントいたします。どうしてもこのつけまつげ、この皆さんの前で今つけてみたいという方いらっしゃいましたら手を挙げてください。そんなにいっぱいの物好きが3人もいるの、ちょっと待って。じゃあ私が独断と偏見でつけまつげの権利選びますね。本日のつけまつげの権利はこちらのお父さんでいかがでしょうか。3人の中から選べませんよ。皆さん拍手をどうぞ。パパ、もうあなたしかいない。3人の中で選んだら喧嘩しちゃうからね。すいません。お父さん、お父さん、いいから、よくこっち向きなさいよ。あんた、メガネある。お名前を伺ってもよろしいですか。前川です。前川さん、どうして前川さん自分が選ばれたか分かりますか。分かりません。一番近かったんです。ありがとうございます。前川さん、お目目をつぶってください。あ、よく似合ってる、よく似合ってるけど、顔が、はい、お化けのようになりました。ありがとう。実は前川さんには素敵なプレゼントはこのつけまつげだけではございません。なんと当インターコンチネンタル総支配人より素敵なプレゼント、ペアで行くハワイ旅行だそうです。拍手をどうぞ。ただし現地集合、現地解散ですから、どうしても来たけど勝手に行って、勝手に帰ってきてください。これからもお願いします。はい、ありがとう。前川さんに拍手。ノリノリ歌、サザンオールスターズ、桑田佳祐さんの歌を歌わせていただいてもよろしいですか。よろしいですか。桑田さん、10年前食道がん見事治りました。今日はこちらの会場、あの横浜アリーナ年越しライブみたいな、そんなノリノリな演出で歌わせてください。知ってる方はぜひ一緒に歌って盛り上がりましょう。ラブアフェア、秘密のデート。お手拍子、足拍子、股拍子、何でもいいからよろしくお願いします。1枚ずつお配りください。皆さん、そしてお手拍子よろしく。あ、先生、どうも、ありがとうございます。夜明けの街ですれ違うのは月の月末、昨日の僕じゃ似たたまどめない、社会を今日にちゃんと聞く、ああ今日の夢は続いてる。ありがとうね。振り向くたびに切ないけれど、君の視線は背中で浮きちゃ連れて帰れない、黄昏に染まる消し、あ、涙隠して君なしでは夜も眠るさ。皆さん、今配ったティッシュ、おしぼり、ハンカチ、何でもいいからライブみたいに振ります。よーしゃん、ほい。マリンブして愛車で行って大国葬で虹は見て仕上げんで汚されてない、離れたくない、早く行かなくちゃ、夜明けとともに行動踏み筋に、もう一回行くよ。クッション、はい、マリンで先生、いつもありがとう。慣れて大国章で虹を見て仕上げんで呼ばされてる、もうちょい離れたくない、行かなくちゃ、わかんない夢と愛のさみじって溺れちゃい。ありがとうね、皆さん。
イロジャニマディアボレーシャニーワーワーワンポーありがとうママいただいたよワーワーワンポーありがとねーフリーありがとうございますありがとうございますここはゴミ捨て場所ではございませんよありがとうございます皆さんと楽しく過ごしてまいりました私の持ち時間も次が最後の曲でございます、まあ、最後といっても2曲歌いますからよろしくお願いしますまず最初の曲はシャランキューツンクさんねツンクさん喉のガンで声帯を取ってしまったから歌うことも喋ることもできませんツンクさんの歌を聴けるのは昔の CD 昔の DVD そして偽物だけでございますそして7年前若くして西城秀樹さんもお亡くなりになっちゃいましたせっかくですからシャランキューツンクさんずるい女からの曲続き西城秀樹さんヤングマン YMCA まで歌わせていただいてもよろしいですかちょっと YMCA の練習だけしていきましょうせーの YMC 完璧ここから見たら危ない宗教だねこれねそしてもう一つお願いがあるのよあのヤングマンさあ立ち上がれよって歌ったら皆さん立ち上がってくださいそうすると盛り上がってるように見えるんです盛り上がってるように見えるということはリンさんがあいつのショー面白かったと勘違いします勘違いするとまた次に私呼ばれるんですそこまでが私への忖度だと思っていただいて構いませんからよろしくお願いしますそれでは2曲お届けをさせていただいて私の持ち時間の終了でございますまずはこの曲からお送りしましょうシャロンキューツンクさんズルい女どうぞさあ皆さんお手拍子よろしくお願いしますバイバイありがとうさようなら愛しい恋人よあんたじゃ飛び乗らないよその分ずるい女だ皆さんお手拍子本当にありがとうございます今夜あなたに一緒にしてたよ会いたかったよありがとう僕のバースデー今夜バースデー会いたかったよあの気持ちいいこともそう信じもそうあんたのためあ高級レストランもそう花束もそうあんたのためこの日だけは僕のためだよって言ってたじゃないだって来ないはずはバイバイありがとうしようだな愛しいお客様あんたちゃんと言うならないよだけどするよねグッバイありがとう心から愛しいお客様ずっとこんな日が続けばと思うこの愛してたのにありがとうさあ最後は西城秀樹さんミヤグマ最後は皆さんありがとうございましたミヤグマさあ立ち上がれよミヤグマ今立って立ってみんな立ってミヤグマもうさあ皆さんありがとうないいんだからヤングマンさあ誰を手上げてヤングマン君の行く先にヤングマン YMCA の時間ですよ皆さん覚えてますかリハビリだと思って頑張りましょう行くぜ素晴らしいはいわーありがとう、hey! YMCA ビューズなど飛ばして君ももう一回いきますそうそう YMCA、hey! YMCA
ちゃいいこと何でもした。皆さんもっと大きくいこうよ。 YMCA 憂鬱など吹き飛ばして、君も最後もう一回行くよ。そうそう YMCA、hey! YMCA 若いうちはやりちゃいこと何でもできるのもしゃ。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。本日はリンさんのために本当にたくさんの方足をお運びいただきありがとうございました。また来年再来年5年後10年後とこの回リンさんもよろしくお願いします。どうも皆さんお騒がせしました。ありがとうございました。ありがとうございました。自分で片付けます。さあありがとうございました。どうも皆さんありがとうございました。どうもありがとうございます。楽しかったですね。なんかあっという間でね、時間経つの忘れるんですけどもね、もう6時半に始まって、かれこれ3時間近くなりました、はい、さあ、いよいよイブ、はい、主役でございます。再び、りんちゃんご登場でございます。りんちゃん、ステージの中央にじゃお願いします。いらっしゃいませ、じゃなくてどこじゃった。さあ、お誕生日といえばね、はいはい、定番のものが届いております。今ね、スタッフが用意しております。そうです。さあ、どっから出てくるんでしょうかね。どこから出てくるかな。え、何が中出てくるの。はい、はい、スペシャルケーキ、どっから来ますかね。あ、やばいな。あ、ちょっといろいろね、段取りが。ケーキは、来ました。来ました。来ました。りんちゃん、30歳ということで、どうぞ、みつみちゃんが、はい、じゃあ、みつみちゃんがね、バースデーソングを歌いますのでね、はい。バースデートゥーユー、皆さんもご一緒に。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリンちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。30歳。こちらのケーキは古川会長がね、特別に用意していただきました。テレビ東京3年連続洋菓子テレビチャンピオンに輝きました。素晴らしい。パティシエ横山氏がりんちゃんのために4日間寝ないで作ったという。素晴らしい。っていうかですね、これは4回目3回目の誕生日をいただいてるんで、今回は3回目です。3回目の、はい、でもこれはやっぱり違いますよね。全然違います、ね、ブルガリアの世界大会で優勝したケーキだそうでございます。、はい、ありがとうございます。はい、じゃとりあえずまた片付けといて、はい、お帰りの時忘れないようにお持ち帰りください。持って帰ります。はい、ちょっと待ってくださいね。先手一部と違ってまたね、お色直しして赤い色も綺麗ですよね。何色着、ね、着ても素敵ですね。スタイルがいい。足が綺麗ですね。美脚、世界四大美脚という。今日会場にもね、森高さん、佐藤さんがお見えなんですけども、世界三大美脚のお一人でございます。りんちゃんも四大美脚、はい、森高さん、佐藤さんでございます。美脚のりんちゃん、お待たせいたしました、はい、準備ができました。じゃあ大丈夫です、よろしくお願いします。ですね、あの横浜もう一回行きます。そしてですね、あの知ってる方います？ Fall in love 横浜、古川さんだけつまんないの。星山さんも知ってるよね。知ってる？ではもう一回行きますので、
そっちに回ってます。回りますから、あの先生も歌ってよ。あのサビのところよろしくお願いいたします。覚えていてくださいよ。じゃあよろしくお願いいたします。
素晴らしい。やっぱり喉が渇きますもんね。いい歌ですね。いい歌ですね。これなんか紅白出そうですね。そうですね。はい、はい、私の紅白はりんちゃん。りんちゃん出ると思います。皆さんもね、お力の声をお願いします。戻りました、はい、戻りました。はい、いろいろ押してますから、ね、よろしくお願いします。早めに水も飲まないと。魚屋さんに行った時ね、はい、じゃあひとみちゃん魚屋の店主、はい、で魚買いに来ました。僕もね、はいはい、ね、この黒い魚、はい、なんていう魚？これはですね、うん、マグロ、マグロです。ひとみちゃんはね、あの実家が宮城で、はい、お母さんと毎日電話で話してるそうなんです。今朝はどんな話したんですか？今日はね、うん、あ、出てきたかな。大丈夫です、大丈夫のようです。今度は OK。 OK、 はい、はい、インさんどうぞ。これがまた出なかったら諦めましょうね。
はい、次行きますか。なんか調子に乗ってるんですけど、私。はい。はい。やっぱりワインの影かな。酒飲むと声が温まるから。え、くれるの？なんかワインとか。なんか。なかなかね、音が出てきませんけども、困りましたよね、こういう時はね。なんかひとみちゃんもね、困ったことがあったんですよね。そうなんです。あの、埼玉県にひとみちゃん住んでるんですけど、そうなんですね。最寄り駅までね、自転車で通勤してる。そうですね。でもなんか事件があったんですね。大丈夫ですね。大丈夫ですね。出てまいりました。はい。
どんどん持ってきていいのよありがとうございます。はい、ですね、報道陣の方どんどん前へ。そうですね、撮影タイムですね。またプレゼントとかね、お持ちの方は今この機会にお渡しください。はい、続々と続々とりんちゃん来たよ、続々と。あ、どうも、帰りは10トントラックだね。いや、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。あ、じゃあ、はいはい。あ、じゃあ後でちょっとヘロコプター頼まないといけないな、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、必要ですね。はい、これは、ね、ありがとうございます。じゃあマネージャーさん、ね、ありがとうございます。ああ、なんだ。次から次へとね。あ、すごいぞ。はい、お祝いでございます。あ、本当ですか。あらま、ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。それでなんか、まだ歌終わってないんですけどね撮影タイムでございます。はい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 。皆さんありがとうございました。10秒、準備を、ちょっと待って、準備がいろいろありますね。準備がありますからね。りんちゃん、いよいよ次が最後の曲になりますか。ですね、もっと聴いてね、聴いていたいんですけども、まあ、ずいぶん経ちました、時間もね。でもね、なんか密度が濃いというか。そうですね、あっという間の気がしますけどね。いつまでもね、りんちゃんの歌を聴いていたい気持ちになりますね。心地いい、素晴らしい歌ですよね。心地いい歌声ですよね。はい、今一生懸命準備をしております、ね。さあ、どんな準備をしていると思いますか。そうですね、お湯飲んでます。あ、お湯飲んでお湯大事ですね。やっぱ喉はね、冷やすより温めた方がいいんでしょうね。そうですね、温かいものがいいですよね。あんまり熱いとでも声帯が火傷しちゃいますから、まあ、ぬるま湯でいきます。よろしくお願いします、はい、準備ができました。さあ、りんちゃん、お願いします。お願いいたします。ありがとう。ゲーム一番好きな言葉知ってる人いないね。はい、みんなありがとうございます。一人きりの帰り道、空見上げてしまうのはまだ大丈夫、そう思える光が迷いそうな時に、君のぬくもり優しい言葉、行き先照らしてた。ありがとう、出会ってくれて。ありがとう、消してくれたい。
を引き離しても決して消えない光さえれば何度でも見つけ出す。ありがとう、見つめてくれて。ありがとう、何度だって臆病なまま迷い続けた。私も待ってくれた人、ありがとう、信じてくれて。明日も君がいればそこが私の帰るべき場所。君は指名いただきまして何の準備もしてなく気分よく飲んでしまいました、今日はね、チャピーちゃんのモノマネそして素晴らしい、ゲストの方の歌を聴いて私も一から出直そうかなと思いました。りんちゃん一緒に共に行きましょう、はい、今日はりんちゃん怒ってんじゃないのそうじゃないですか。もう本当にね、誕生日そして、今日新曲のね、デビューということでおめでとうございます、デビュー発表会はなんかうちのお店わがままでね、していただいて本当に光栄に思っております。もう大きく羽ばたいてもうね国に恩返しをして世界に羽ばたいていただきたいなと思っておりますけど皆様応援のほどよろしくお願いします。今日は私が3時間やるわけだったんですけど時間がないんで挨拶だけで終わらせていただきます。どうもおめでとうございました。6月26日なんですけれども決まっちゃいました、リンのライブ、はい、リンのライブやりますので、はい、ちょっと4名様 の, またゲストを呼びますのでそしてですね仲良し の, 仲良し小林さんと
美智子さんは今日はいないので、あの7人メンバーでやりますのでよろしくお願いいたします。お願いいたします。ぜひ皆さんスケジュールを上げといてください、はい、6月26日26日はい、銀来です。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、あとですね、すそぎさんがね、俳優さんなんですよ。テレビにも出て、すそぎさん手振って、すそぎさん、山崎さんごめんなさい、山崎すず太郎さん、山崎すず太郎さん、山崎さん手振って、はい、どうぞ、すず太郎さんもお祝いに駆けつけていただきました。はい、ありがとうございます。俳優さんなんですよ。あのドラマもコマーシャルも何でもかんでも。出てますね。ありがとうございました、本当に。すず太郎さんでございます。一言じゃあご挨拶お願いします。デビューおめでとうございます。ありがとうございます。こういった公演あーパーティーにお呼びしていただいて本当に嬉しいです。いきなり言われるとね、こういうの苦手なんで。ありがとうございます。はい、本当におめでとうございます。また、あ、6月25日ですね。はい。はい。はい。すず太郎さんでございました。ありがとうございます。もうダンディーでかっこいいんですね。あとですね、山口さんもね、いつもね、えなかさんの、作詞してる。山口治先生、山口先生、もうじゃあ山口先生、私のね、楽曲を提供してくださった先生でございます。お祝いの言葉をいただけますでしょうか。はい、どうぞご登壇ください。この私の方がいいよ。この度はお誕生日とデビューおめでとうございます。今後の活躍を本当に期待しております。はい、よろしく、はい。頑張ってください。あ、そうですね。最後ですね。はい。していただくといいですね。はい、私のカメラマンです。今日はね。はい。カメラマン、はい、では横様。横様さんです。横様さんはね、今日私のカメラマンです。私のカメラですって。ああ、イエーイ。こういう人に出るってよく言われるんですけど、そう、そっくりですよね。いや本当にもうりんちゃんとは本当に去年に急に仲良くなっちゃって、それからこんな風になっちゃったんで、とても皆さんね、2万ね8000円安いんですよね。いやこうしてなんか誰やんのも嬉しいです。どうもありがとう、これからもよろしく。ありがとうございます。そしてですね、今日、はい、本当にすみかさんありがとうございます。ここまで飛んできて、雪、雪なのにね、頑張ってくられましたね。本当にお疲れ様でした。山ですからね、お越しくださってね。はい、会場の皆様、本当に今日はね、ありがとうございます。誠にありがとうございました。まだは帰らないでくださいね。まだこれからね、スペシャルイベントありますね。そうなんです。ね、ね、りんちゃんを応援している、ね、公演会長の古川郁俊さんが、はい、皆様に、はい、スペシャルプレゼントを用意していただきました、はい、入場の時にね、番号を書いた紙をお渡ししたかと思うんですけど、皆さんね、お持ちしました。持ってますか、はい、持ってたらポケットから出して。それでは大変長らくお待たせいたしました。からくじなしの豪華景品バッグが全員に当たる、くじ引き大会を今から開催させていただきます。はい、りんちゃんどうもありがとう。はい、じゃあ番号どんどん言ってください。はい、じゃあその箱、さあ、これはどのように古川さん、はい、抽選するんですか。あ、この箱から古川さん、この箱から私が番号を引きますから、はい、同じ番号を持ってた方は前に出てその商品をいただいてください。よろしいですか。もうパンパンいっちゃいますよ、時間ないですからね。はい、はい、まず33番、33番、33番どれ。はい、じゃあこちらにお越しください。33番どれ、誰。じゃあ33番のバッグが当たりました。33番、これは、はい、これブランドの、旅行カバンです。はい、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おお、ありがとう。よかったね。おめ
でとうございます。素敵なバッグですね。もうどれが当たってもいいバッグですからね。2万8000円のバッグです。今日の会議と同じバッグで、芸能界でもみんな使ってるという、毎月28番の方、きょもちゃん28番なんだ。お嬢様当たりました。もうバンバンいっちゃうぞ。わあ素敵なバッグですね。さあはい、600人です。34番の方、34番。あと袋の欲しい方は、あの袋も用意してありますからね。紙袋34番の方、34番。